管理栄養士がもう少し在宅訪問もできるようにしたりする必要があるかなっていうのが一つが課題だと思います。やはり地域では栄養問題を抱えている人たちがいますから、そこをやはり栄養ケアステーションが担っていく必要があるというふうに思ってます。どこに栄養士さんがいるのか分かるようにしていくことがまず第一じゃないかなと。あれですね、栄養ケアステーションっていうのを地域ケアの栄養と食事に関する拠点だね。栄養ケアステーションで旗を上げるっていうのはこれからの大きな鍵になると思いますね。ここで運営されて今感じてらっしゃる問題点とかこれからの方向性みたいな、将来の話があればちょっとお話しください。はい、問題点はやっぱり選ばれた方々しか今は来れないっていうことが一つ問題点で、健康なのかそれともちょっと問題なのかっていう人たちが実は家の中で閉じこもってしまっていたり、配食サービスをお出ししてその配食サービスを見ながらちゃんと食べてくださいねってやってるけれども家に閉じこもっていて食が進んでいないとか、特にそういう方々が最近増えていて、でその人たちをいかに外に出していくかっていうのを栄養士管理栄養士がもう少し在宅訪問もできるようにしたり、そういうことをやっぱりする必要があるかなっていうのが一つが課題だと思います。ここの場所はあくまでも高齢者ですけれども、やはり地域では地域共生社会と言っているぐらいいろんな栄養問題を抱えている人たちがいますから、そこをやはり栄養ケアステーションが担っていく必要があるというふうに思ってます。どこに栄養士さんがいるのか分かるようにしていくことがまず第一じゃないかなと思います。あれですね、栄養ケアステーションっていうのを地域ケアの栄養と食事に関する拠点だね、はい、拠点、はい、拠点作りとしていろんなところにネットワークを作って、はい、ここの拠点と連携できるような仕組み作りがこれからできるかわかんないね、はい、15、6年前にですね、ちょうど保健指導という業務が始まって、多くの人々が健康づくりには何をどうしていいかわからないという時代が訪れようとしてたんですね。多くの人々に情報を与えるっていうのはですね、マスメディアかなんかでたくさんやられてるんですが、個々人に対してその人に対する食事、その人に対する正しい食品選択っていうのを個々に対応できる仕組みがなかったんですね。そこで地域にですね、気軽に相談ができる場を作りたいっていうのが最初の私自身の動機でした。ここの田中先生たちがなさっている認定栄養ケアステーションが一つのモデルになるんではないかなというふうに思って今日はお邪魔しているわけです。ここに管理栄養士さん何人もいらっしゃるんですが、どういう人たちがここに集まってらっしゃるんですか？例えばやはりずっと管理栄養士の仕事をしていたいっていう方たちが集まってくださったり、それからやはりもう定年退職を迎えたんだけれども、やはり管理栄養士、栄養の職務についていたいとか、そういう方たちが情報を、やはり地域の情報ですねを聞いて集まってくださるんですよね。地元の医師会との関係はどうなってるんですか？そうなんです、実はですね、青葉区には青葉区医師会立の認定栄養ケアステーションっていうのを立ち上げさせていただきまして、青葉区の中にですね、地域包括ケアシステムっていうものの在宅飲料連携拠点っていうのがあるんですね。でそれは多職種が全て集まって、1ヶ月に1回ないし2ヶ月に1回ミーティングするんですが、問題のある症例をそれぞれ出し合っていくんですね。神奈川県栄養士会に登録された栄養士たちが栄養相談をさせてもらって、クリニックに行ったり在宅に行ったりさせてもらってます。いわゆる健康人の健康増進、疾病の予防、介護の予防という
ための栄養ケアステーションというのは、はい、今日のような、ね、こういう形がいいと思うんですが、はい、もう一方医療のためにはどうしても、はい、あの診療報酬の中に組み込んでいかなければいけないので、はい、やはり医師会と連携した形でやっていくと、はい、まあ、したがって認定栄養ケアステーションの中にもいくつかのタイプが出てくるんだろうと、はい、僕は思っているんですね、はい。であの昨年度機能強化型認定栄養ケアステーションというのを日本栄養士会で、うん、あの開設しましたけれども、その機能強化型というのはやはり、医療が必要な人、介護が必要な人っていう方たちに、やはりあの多職種、特に医師、看護師、それから理学療法士、薬剤師さん、皆さんとあのちゃんと、共同でお話ができるような、しっかり質の担保を取った栄養士があのそういう介護保険とか医療保険に立ち向かえるような栄養ケアステーションを作っていこうということで、あの特別に機能強化型にしています。ですからその医師会等にあの関わる管理栄養士、栄養士はやはりそこに従事されている、もともと病院の栄養士だったとか、あの福祉施設の栄養士だったっていう人が、医師会と組み合わせてですね、あの在宅行ったりクリニック行ったり進めているところです。そうするとこれからは、はい、まあ、認定栄養ケアステーションっていうのが、はい、まあ、日本中たくさんできてるんですが、はい、その上にさらに機能強化型をこれから作っていくと、はい、いうことになりますね、はい。だからその意味では栄養ケアステーションで旗を上げるっていうのは、うんうん、これからの大きな鍵になると思いますね、はいはい。田中先生もぜひこれから頑張ってもらいたいと思うんですが、これを一つお願いとしましては、うん、養成校の教育の中に、うん、この栄養ケアステーションっていうか、うん、その地域の、関わりっていうのが、うん、どこもどうも話す場所教えてないんですね、うんうん。ですのでやはりこの栄養ケアステーションがどうして必要なのかとか、それから、まあ、あの在宅に関してもなかなかまだ理解できていない、あの、まあ、要するに地域包括ケアシステムの勉強をあまりしてないっていうのが現状なので、少し教育の中にあの盛り込んでいただきたいっていうふうには思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は横浜市の青葉区にある認定栄養ケアステーションバレーナにお邪魔しました。私大変勉強になりました。そして、まあ、15、6年前自分があの夢を見たことが現実になり始めてきたなということで、大変嬉しく思っております。今日はご協力していただいた皆さん方に感謝して、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。